東京宝塚劇場。東京宝塚劇場。東京宝塚劇場。は1934年1月1日から1997年12月29日まで、東京都千代田区有楽町一の十二にあった宝塚、歌劇団の東京での本拠地の劇場。及び東方が保有していた映画館。別名、宝塚会館。跡地には二代目劇場を保有する。 東京宝塚ビルが建っている。阪急電鉄の小林十三が設立した株式会社東京宝塚劇場のもと、竹中工務店が設計、施向の主催で、和潮九郎が平面を、石川淳一郎が立面を、そして青柳貞代が構造を担当し、1年5ヶ月という特訓工事で1933年12月31日に完成。 翌日の1934年1月1日に会場、同時に宝塚少女歌劇団も東京に進出した。東方直営で商業演劇、歌手芝居、ミュージカル等東方演劇の中心地として機能しており、本来メインとなる宝塚歌劇は年数回、改築前数年間は年7ヶ月の公演だった。1956、57、 59,61から72年は NHK 紅白歌合戦の会場としても使用、またマリオ・デル・モナコとティート・コッピの共演で知られる、第2回 NHK イタリア歌劇団でのオテロの公演もここで行われ。なお、5回の小劇場は演芸の東方名人会が常時催され、戦後東方演芸場と会場、えりすぐられた寄せ芸人を一堂に揃えた。 東京演芸会の殿堂であったが1980年8月に閉鎖した。代わりに日劇から日劇ミュージックホールが移転した。第二次世界大戦中は日本劇場と共に風船爆弾工場として使用された。一方で戦争が終わると GHQ により接収された1945年12月24日から1955年1月27日。 異文化の国に駐留する兵士たちの疑問を目的としたアーニーパイル劇場と解消。日本人は観客としての立ち入りが禁止された。アーニーパイルという名前は1945年4月18日、沖縄県伊東の戦闘で殉職した従軍記者にちなんだものである。1955年に接収が解除され、星組公園、グビジンで公演が再開されたが、 1958年2月1日に公演中の舞台から出火、場内設備を消失するとともに死者3名、負傷者25名を出す事態となった。会場以来使われてきた旧劇場は関東大震災の復興期におけるモダニズム建築の傑作の一つに数えられていたが、老朽化のため1997年12月29日に一旦閉場し、 翌1998年1月から建て替え工事を開始、2001年1月1日に新築をオープンした、改築中、宝塚歌劇は2ヶ月間帝国劇場で公演を行い、その後宝塚仙レーズ劇場会場とともに、東京通年公演を開けした。落とし公演は、新子と翼、当時率いる月組の今、すみれ花作、愛のそなた。日々安から座は、 東京都千代田区有楽町一丁目の東京宝塚劇場の4階に位置した映画館。1940年4月16日、東京宝塚劇場を要する宝塚会館4階に開業した東方4階劇場、東方4階劇場がその前身。戦後、宝塚劇場はアーニーパイルシアターとなり、日本人は観客としての出入りが禁止された。 接収解除から半年を経た1955年7月14日、その東方4回劇場を発展させる形で、日比谷スカラザがオープン。名称は有名なイタリアミラノの歌劇場である、スカラザに由来する。1197席を誇る大劇場として、数々のヒット作や大作を上映したものの、1998年1月18日に、建て直しのため一旦閉鎖。 閉鎖期間中は向かいに隣接していた日比谷映画、現、シアタークリエが、チェーンマスターの代替機能を受け負っていた。東方演芸場は、東京都千代田区有楽町一丁目の、東京宝塚劇場の5階に位置した演芸場。東方直営。縄文は、東方マーク。東方名人会を公演した。1934年9月、東方小劇場として会場。 常設工業場として認められなかったため、月1回の東方名人会の他は、落語研究会1935年や、講談研究会1937年等が月1回開催されていた。1938年9月、常設工業場として認可され、以降は通常の演芸場となる。これに先立ち、同年7月より一時閉鎖して改装。 防音設備や、冷暖房などの空調、並びに、楽屋環境を充実させ、座席も510席から420席に減らして、高級演芸場が誕生した。以降、昼の部に漫才などの色物を主体とした、東方笑い和会が設けられ、名人会は夜の部の工業になった。笑い和会は、名人会の予備軍と位置付けられ、芸人養成の場となっていた。 1944年4月、接収のため閉鎖。1955年8月ようやく、東方演芸場の名で復活した。講座は横に広く、かつ両袖から前にせり出していたため、落語が演じにくいといった演者もいた。座席は、最終的には337となっていた。日本テレビの中継も入り、オフィスの多い丸の内で、 本格的な一流の演芸が堪能できる場として、すでに都内で多くの寄せが廃業している中唯一気を吐いていたが、1970年代半ばより工業成績が加工し、1980年日劇ミュージックホールを収容するために閉鎖された。東方専属その他、所属協会に関係なく落語家、漫才師等が出演。東方が独自に顔付けを行っていた。 br, 礼新章文楽炎章といった落語協会の人気落語家に日本芸術協会会長の柳橋が顔を揃えるなど、また B&B が東京進出してほどなく売れ出した時に出演していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。